1964年東京オリンピック第18回オリンピック競技大会第18回オリンピック競技大会は1964年昭和39年10月10日後の体育の日から10月24日までの15日間日本の東京で開かれたオリンピック競技大会一般的に東京オリンピックと呼称され東京五輪と略称される用文では 第18回オリンピック競技大会の表記も見られる。1940年東京オリンピックの開催権を返上した日本及びアジア地域で初めて開催されたオリンピックで、また有色人種国家における史上初のオリンピックでもある。またアジアやアフリカにおける植民地の独立が相次いだこともあり、過去最高の出場国数となった。 歴史的には1940年東京オリンピックの開催権を返上した後に参戦した第二次世界大戦で敗戦したもののその後急速な復活を遂げた日本が再び国際社会の中心に復帰するシンボル的な意味をつとされる開会式は10月10日閉会式は10月24日に行われた開会式の10月10日は 1966年、昭和41年以降、大陸の日として親しまれるようになったが、大陸の日は2000年、平成12年より10月の第2月曜日となっている。1940年、昭和15年夏季大会の開催権を返上した、東京は、連合国軍による占領を脱した2年後の1954年、昭和29年2960年、 昭和35年夏季大会開催地に立候補した。しかし、翌1955年昭和30年の第50次 IOC 総会における投票でローマに敗れた。次に1964年昭和39年夏季大会開催地に立候補し、1959年昭和34年5月26日に、 西ドイツのミュンヘンにて開催された第55次 IOC 総会において欧米の3都市を破り開催地に選出された。得票数は東京が過半数を超える34票、アメリカ合衆国のデトロイトが10票、オーストリアのウィーンが9票、ベルギーのブリュッセルが5票だった。特に総会での立候補主演説を行った平沢和恵外交官や 中南米諸国の支持を集めるために奔走した日系アメリカ人の実業家、フレッド・イサム・ワダ、ワダ・イサム、当時と議であった北島義彦、日本レスリングの父と言われた八大一郎らの功績が大きかった。なお、ワダは育った小坊市で名誉市民第一号となっている。1957年、昭和32年当時、日本水泳連盟会長を務めていた田畑聖二は、 オリンピック承知費用を2013年現在の価格に換算して1200億円かかることを懸念していた岸信介首相に観光収入も見込めると直談判した。開催の決定した日本では東京オリンピック組織委員会が組織され国家予算として国立競技場をはじめとした施設整備に約164億円、大会運営費94億円、 選手強化費用23億円を計上した国家プロジェクトとなった。開催にあたり、組織委員会は巨大な東京オリンピック公式ポスターを都市部に設置、デザインは亀倉優作が手掛けた。1963年2月7日に、体調不良で大会組織委員会会長を辞任した津島俊一の辞任、四ヶ月間空席だった大会組織委員会会長に、 安川大五郎が決まった。各競技の詳細については、それぞれの競技のリンク先を参照のこと。東京オリンピックの入賞メダルは、大倉省造幣局の工芸館が原型を作り、作成した。デザインは金、銀、銅、共に、表面は、勝利者を肩車した男性の群像。裏面は、勝利の女神が浮き彫りにされ、また、大会名。 競技名を記載してある欄があった。サイズは、金メダル、銀メダル、銅メダルともに、直径6センチメートル、厚さは3ミリメートル。重さは、金メダル90グラム、銀メダル82グラム、銅メダル69グラム。製造された数は、金メダル300個、銀メダル300個、銅メダル314個。価格は、金メダル万二千五百円。 銀メダル7500円、銅メダル6000円。すべて昭和39年当時の価格と発表されたが、この価格はあくまで造幣局が日本オリンピック委員会に請求した額であり、実際のメダルの製造では1枚のメダルを製作するのに、プレス加工を合計25回も繰り返すなど手間のかかったものになっていた。大会後、製造したが余ったメダルはいつぶされている。 参加メダルは、岡本太郎、京都、田中和光、裏ニュールデザインだった。この東京オリンピックの開催に向けて、競技用施設から選手村、公共交通機関などのインフラストラクチャーや、観戦客を受け入れるためのホテルに至るまで、東京都内のみならず、日本各地において、種々の建設、整備がなされた。東京オリンピックの経費は六十五億三千四百万円と、 いわれる、組織経費の99億4600万と、大会競技施設間経費の165億8800万円との合計。東京オリンピックの開催期間中は、千長谷や代々木などのメイン会場の周辺はもちろん、その他の広範囲にわたって、大規模な交通規制が行われた。特に、10月10日の開会式では、警視庁は1万人の警察官を動員して、 警備にあたった。開会式会場となった国立競技場の横の神宮外苑も、開会式当日は一般に開放されたが、この神宮外苑も収容人数は4万人ほどであり、チケットのないものは神宮外苑に入ることができなかった。そして午前10時から開会式終了後までは、この神宮外苑には警察や大会関係などの許可車両以外は一切通行が、 禁止された。またそれ以外に外周制限線と名付けられた制限区域が設けられた。これは新宿四丁目交差点四つやみつけ交差点、ため池交差点西麻布交差点新宿四丁目交差点を囲む範囲内で行われた極めて大規模な交通規制で開会式会場の警備のほかに国内外の VIP などの道をスムーズにするのが目的であった。また その他に、マラソン、競歩、自転車競技など多くの競技で大規模な交通規制が実施された。東京オリンピックは、ベルリンオリンピックで初お目見えしたオリンピックのテレビ、中継技術が格段に向上したことを印象付ける大会となった。衛星放送技術をはじめ、カラー写真、小型のコンパクトカメラの開発などもその特徴である。東京オリンピックの衛星中継は、 現地の映像をシンコム3号で日本からアメリカへ送信し、さらにアメリカが受信した映像をリレー1号でヨーロッパへ送信するという方式で行われた。また当時初めてスローモーションの画像を使い、競技での微妙な結果をその場で確認でき、その後のスポーツ中継で欠かせない放送技術になった。東京大会の日本での中継放送は、 映像は一本化された単一映像を NHK も民放も使ったが競技実況は NHK と民放は別々にアナウンサーを置いたので同じ映像で違う実況放送であった民放はこのために地方局からアナウンサーを集めていたまた開会式と閉会式は各局とも独自にアナウンサーを置いて別々に実況を行った 日本では1959年、昭和34年のミッチーブーム以降テレビ受蔵機、白黒の普及が急速に進み、1959年、昭和34年に23.6%だった。普及率は1964年、昭和39年には87.8%に達した。当時非常に高価だったカラーテレビ受蔵機は東京オリンピックを契機に、 各メーカーが宣伝に力を入れ始めた。メディアでの昭和世相紙に関する記事等で東京オリンピックの時期カラーテレビが普及したという趣旨の記述が見られることがあるが、1966年、昭和41年まではカラーテレビの普及率は1%未満であり、1968年、メキシコシティオリンピックが行われた168年、 昭和43年の調査でも5.4%でカラーテレビの普及率が白黒テレビを上回ったのは1973年昭和48年である。また当時アメリカ合衆国による沖縄統治下では当時の琉球政府の太田政策主席が早期復帰が叶なわないのならせめて本土と同じ時間にテレビが見たいと関係各所に陳情。これによって 電電校舎のマイクロ回線が、那覇市まで延伸されることとなり、山岳解説を用いた見通し外通信によって建設が進められ、東京オリンピック直前の1964年9月1日に開通し、現在の沖縄県でも同時に放送された。なお、沖縄からは出場した選手は一人もいない。NOC を作って沖縄として出場する案もあったが、 島ぐるみ闘争の激化で、一地域としての逸話参加は、アメリカ合衆国による沖縄の高級支配を意味するとの意見もあり、結局設立されなかった。結果的に、沖縄住民の日本人意識を高め、1972年、昭和47年5月15日の沖縄返還へとつながっていっ、開催前年の1963年、昭和38年、 組織委員会が置かれた赤坂離休、赤坂芸品館にデザイン室が開設された。入場券、メダル、ユニフォーム、競技パンフレット、プログラム、施設の標識、案内版などを制作した。多くは20代後半から30代前半のデザイナーだった。オリンピックに際して原博氏がノイエハースグロテスク、後のヘルベチカという3セリフ体を使いたいと。 大日本印刷に打診、市街屋工場に導入された。東京オリンピック第2号ポスター、9万枚作成は、歴代大会のオリンピックポスターがイラストであったのを、グラフィックデザイナーの亀倉優作のデザイン、文字は、原博、志ストロボ写真演出、早崎治ディレクター村越以上で、オリンピックポスター初の写真ポスターである。ポスターは全部で4種類が制作された。 1> 第1号ポスター、10万枚作成は、縦長の全体が白地に赤い日の丸の下に金の五輪マークと金字の東京都1964のイラスト。6人が3案ずつ提出した指名コンペにて満場一致で選ばれた亀倉。文字は原博氏の大会エンブレムと同じデザインだった。赤と金の配色は豊臣秀吉の陣馬織。 木工霧門平社人は折り、大阪城天守造から着想を得たとも言われる。オリンピック史上初めて五輪の輪の五色の標準色を詳細に決定もした。なお、1959年の招致ポスターは栗、谷川健一が手掛けた通称、富士山だった。案内や誘導、競技種目表示において、ピクトグラムが採用されたのは、東京オリンピックが最初である。 外国語、特に公用語のフランス語や英語によるコミュニケーションを取ることができるものがない日本人と外国人の間を取り持つために開発された。制作にはアートディレクターを務めた勝見勝マを中心にあわず清志他30名ほどのデザイナーが携わった。競技種目ピクトグラムを制作したのは山下義雄一人である。東京オリンピックにおける 日本選手団のユニフォームは1964年昭和39年2月に国立競技場でコンテストが開催されそこで選ばれたデザインが後日 JOC 総会にかけられて承認を受ける形で定めされたオリンピック東京大会日本選手団ユニフォーム特に開会式閉会式で着用された式典用デレゲーションユニフォームが 上半身が赤色で下半身が純白のかなり派手な服装であり、50年近く時を経た現在でも、オリンピック日本選手団の公式ユニフォームといえば、この上半身が赤色で下半身は白色を思い浮かべる人が多い。市川昆が総監督を務めて制作された東京オリンピックのフィルムを新たなスタッフが再編集、再構成し、シナリオを執筆した作品。 1966年5月15日公開。市川の東京オリンピックに比べ、実況を含んだ解説の流れる部分が多く、記録映画の色彩が濃いため、いわゆるドキュメンタリーに分類されている。154分2013年8月に NHK 総合テレビジョンで三部作として放送。東京オリンピックの行事で使用された楽曲は、オリンピック。 東京大会組織委員会に設けられた式典運営協議会で一家の5曲が決められた。ファンファーレは広く一般から公募して海外からの応募作を加えて414編の中から選ばれたもので当時長野県在住の今井光也が作曲し日本の伝統的音階を基調とした8小節の東洋的色調あふれた作品で4部形式で書かれた純トランペットの曲であった。 オリンピック東京大会参加は、東京大会のみに使われた参加で、開会式用の A、閉会式用の B の2曲があり、成果が灯された直後と成果が消えゆく直前に歌われた。選手団の入場更新曲は、世界各国の著名な更新曲12曲が選ばれて、最初と最後に使用される更新曲として、オリンピックマーチを古関祐二が作曲した。 1>, 1分間120の更新速度でコーダは、君が世の戦律で結ばれている。なおこの他に、開会式冒頭には、オリンピック助曲、作曲、ダン・イクマが華やかな雰囲気の中で演奏され、昭和天皇、皇順皇后が、ロイヤルボックスに着席する直前には、電子音楽、オリンピックカンパノロジー、作曲、マユズミとシオが荘厳な雰囲気を醸し出していた。 また、国民の五輪への関心を高めるために、日本放送協会、NHK がオリンピック、東京大会組織委員会、日本体育協会、東京都の講演で制作したのが、以下の温度と相性化で、1963年6月23日に発表されてレコード会社各社から共作で、吹き込み発売された。これとは別に、日本ビクターが公募して、 日本体育協会、オリンピック、東京大会組織委員会、東京都が選定し、日本体育協会、オリンピック、東京大会組織委員会、東京都、文部省、日本放送協会、NHK、日本民間放送連盟、民放連の講演で1962年5月8日に、東京都体育館で、日本ビクター主催、 オリンピックの歌発表会で発表されたのが以下の2曲である。大会終了後、日本放送協会 NHK から開会式や閉会式、ハイライトとなった競技のラジオ実況放送を収録した次期録音テープが発売されるとともに、その音源をもとに記録 LP レコードやホノシーが制作された。またこの NHK のマラソン実況放送の音源の一部、 国立競技場に戻ってきた時のつぶらやコウキチとベージルヒートリーのデッドヒートがピンクピクルスの歌う一人の道の冒頭を使用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。